さんこんにちは。TOEIC対策無給チャンネル制作者のジェットブルです。今回はですね、上級者向けの学習法について話していこうと思います。で、上級者ってどれぐらいっていうことなんですけど、多分この学習法が特に役に立つのは、TOEICで900点付近ぐらいの人ですかね。このあたりの上級者の方がさらに英語力を上げたいっていう時に特に役立つと思います。この学習法で必要なのは、文法書とスマホですね。今回使わせていただくのは、総合英語1っていう文法書です。株式会社アルクさんから使用許諾をいただけましたので、使わせていただきます。アルクさんありがとうございます。さて、今回の学習のポイントはですね、文法の穴つぶしです。上級者の方で、リーディングのスコア伸びないなーっていう方っていると思うんですよ。そういう場合の大きな原因の一つが、文法の穴なんですよね。いや、もちろんね、単語力が足りないなとかはね、あると思いますよ。そっちはそっちでやる必要はあるんですけど、文法力っていうのも大きな原因の一つなんですよね。ちなみに僕はここで言ってる文法っていうのは、単に文法問題で正解率を上げるために文法力を上げましょうねっていうことではないです。文法問題だけじゃなくって長文問題の正解率を上げるためにも文法の穴を潰しておく必要がありますよねっていうことです。長文問題でミスするとき、間違っちゃうときって英文の読みが甘いときじゃないですか。で、なんで読みが甘くなるかっていうと、それは単語がわからないか文法が分かってないかのこれどっちかなんですよね。単語が分かってない場合ってのは別にいいんですよ。なんでかっていうと、答えを見て和訳チェックしたら、あ、自分はこの単語知らなかったんだって分かるじゃないですか。単語力不足っていうのは自覚がすごいしやすいんです。皆さんも多分単語を覚えなきゃなって思ってますよね。でもそれに対して文法って、自分の文法力不足ってすごく自覚がしにくいんです。なんでかっていうと、普通ね、長文の問題とか解いてて、問題集の解説のところに文法の構造とかって詳しく書いてないからです。長文問題で全ての文に対してこれが S でこれが V でこれが O ですとか、これはこういう構造になってるからこういう和訳になるんですよみたいな、そんな詳しい解説を書いてる問題集ってあんまりなくないですか？だから普通は問題を解いてて、これ読みづらいなって思ったところがあったとするじゃないですか。で、その読みづらいところが原因で何か問題を間違ったとしますよね。そうすると、何します？和訳チェックしますよね。で、和訳をチェックすると、英文と見比べて、あ、ここの英文って和訳でこういう意味なんだ。あ、読み間違っちゃったっていう風に、とりあえずなるじゃないですか。で、この和訳を見ることで、なんとなく納得した気になって、そのままスルーしちゃうんですよね。特に上級者の方だと、英語自体は読み慣れてますから、和訳を見ることによって、なんとなくその英語と和訳のつながり分かった気になってそのままスルーしちゃうんです。だってね、こっちに日本語訳あるわけですからね。でもそういう時に実は文法を知らないから読み間違っちゃってるっていう時って結構あるんですよ。これはですね、マンツーマンの授業とか受けてる時はすごい分かりやすいです。先生に指摘してもらいますからね。例えば僕が誰かを教えてたとしてたら、マンツーマンで、例えば英文読み上げてくださいとか言って読み上げてもらったのを聞けば、イントネーションによってその人が、あ、これは SV を分かってるなとか、文の構造意味分かって音読してるなっていうのは聞いてれば分かるんですよね。とか、和訳を言ってくださいって言って和訳言ってもらえれば、あ、ちゃんと文法理解してるなとか、あれこれ文法理解してないなってのがわかるわけですよ、こっちからは。で、そうすると、ここの文法構造ってどうなってます？ちょっと説明してくださいっていう風に逐一チェックができるんですよね。そうやってチェックしてもらえる状況だったら、あ、自分は文法項目のこれが分かってなかったんだってわかるんですよ。でも今みたいなことって、一人でやってる時、一人で問題を解いてる時ってすごく気づきにくいんですよね。誰にも指摘されないから。間違ったところもなんとなく日本語訳を見て、なんとなく、あ、これ読み間違っちゃった。次からは気をつけようって思うんですけど、じゃあ実際何に気をつけて今後読んでいけばいいのかっていうのが結構あやふやなまんまスルーしちゃうんですよね。で、これは結構しょうがないと思います。っていうか、よっぽど鋭い人じゃないとそういうことって気づけないと思います。しかも仮に、あ、これって自分多分文法が分かってないからこの文を読み間違えたよねって気づいたとしても、これ一体何の文法項目が分かってないのかっていうのを分からないことの方が多いんですよ。これ自分多分文法分かってないから読めてないんだけど、これ何の文法が分かってないんだろうっていう状態ですよね。何の文法項目を調べたらいいのかも分からない状況だからな。結構もやっとする状態ですよね。で、ここで登場するのが今回僕がおすすめする学習方法です。こういう自分では気づきにくい文法の穴を潰すっていう勉強方法ですね。それは一体どんな画期的な勉強方法なのかって、実はこれめっちゃ単純なんですよ。文法書をですね、最初から最後まで読み通す。っていう方法です。で、こうやって聞いてですね、そんな、めっちゃこんな分厚いの最初から最後まで読み通すんですかってね、思う人もね、結構いるとは思います。でもね、僕今回これは上級者の方に向けて喋ってますからね。確かにこれ分厚いですけど、中に書いてあることってそんなめちゃくちゃ難しいことは書いてないです。例文もたくさん入ってますけど、この例文の意味がわからないよってなっちゃうような人ってのはあんまりいないはずです。TOEICで900点ぐらい取れてるんであれば。だから、上級者だったらこれ読み通すのってそんなに難しくはないはずなんですよ。しかも、この勉強法の目的っていうのは、この文法書を最初から最後まで読んで、1から全部理解しましょうっていうことではないですからね。この勉強の目的っていうのは、この文法書の中に自分の知らないものが何かなっていうのを見つけるっていうことです。だからこれ自分が読んでて、へーって思った部分とか、あ、これ知らんかったわって思った部分だけをめっちゃ真剣に読めばいいんですよ。もうなんていうんですかね、明らかな部分っていうのは、読み流せばいいわけですよね。そういうのを一生懸命読むんじゃなくて、そういうのはね、一応目は通しながらも、そうだねって思いながら、何をしたいかっていうと、自分が知らないことを探すっていうね、能動的に読むっていうことをしたいわけです。で、自分が知らないところがあったら、あ、そうなんだっていうのがあったら、そこを真剣に読むっていうことですね。これ一冊ちゃんと最初から最後まで読むとですね、これ上級者の方でも予言しておきますけど、あ、そうだったんだって思うことってね、意外に結構あると思います。あとはですね、読んでて、確かにそういう文ってよく見かけるけど、これってこういうルールだったんだ、みたいなね、そういう気づきもね、多いと思います。で、そうやって読むことによって、自分が気づけない文法の穴っていうのを効率的に潰せるっていうことなんですよね。で、これ上級者の方だったら、1日30分とか読んでいけば、おそらく1ヶ月とか、わからないですけど、読む速さによりますけど、1ヶ月とか2ヶ月とかでね、読み終えれると思います。で、1ヶ月とか2ヶ月とか、ちょっと長いなって思うかもしれないんですけど、それね、絶対やる価値っていうのはあるんですよ。これ1冊読んでしまえば、TOEICに出てくるくらいの文法であれば全部網羅されてますから、これやれば全部 OK ってことになります。TOEICにね、出てくる文法っていうのはあれですよ。文法問題に出てくる文法項目っていうことではなくて、それだけじゃなくて、長文とかリスニングに出てくる文法が全て入ってるっていう意味ですからね。上級者の方がぶち当たる壁の一つが、この文法の穴、自分が知らない文法の穴なので、これをやる価値、時間をかけてやる価値っていうのは絶対にあります。これがこの勉強法の一番のポイントですね。文法書を最初から最後まで読み通して自分が知らないことが何かを探すっていうことです。で、あともう一個、これはですね、この勉強法をやっていくにあたってのコツみたいなものです。こうやってですね、せっかく1ヶ月とかかけて、この文法書最初から最後まで読んでも、ほっといたら絶対その内容を忘れちゃいますよね。自分の知らないことも。っていうか、読みながらいちいち全部覚えれないじゃないですか。だから、読むだけじゃダメなんですよね。自分の知らなかったことを何度も復習できる仕組み作りっていうのが必要になってくるんです。だから、後で復習したいなって思ったところ、自分が知らないなって思ったところ、に例えばペンでね、マーカーで線を引いておくとかもありなんですけど、僕がここでおすすめしたいのは、スマホで写真を撮っておくっていうことです。これ実際にちょっとやってみますね。これ例えばこうやって最初からずっと読んでいって、あ、面白いなって思ったとこなんですけど、ここ100ページにですね、主語について尋ねる疑問文と数っていうところがあります。これちょっと写真撮りますね。で、ちょっとだけ編集します。よっ。こんな感じですね。ちょっと読んでみましょうか。この部分ね。主語について尋ねる疑問文と数。例文読みます。Who is in charge? Meg and Karen are. What's in that box? Some toys are. っていう文があって、who is と what's の部分に青くなってますね。で、下に、これらの質問のような主語について尋ねる疑問文において、主語の位置にある who や what は答えが複数になる可能性があっても、he や she または it を仕事する場合と同様に単数扱いになるのが普通であるって書いてあります。箱の中にいくつかものあるだろうなって思ってても、とりあえず単数で what's in that box って確かに言ったりしますよね。で、これっていつもスルーしてるんですけど、確かにそうだったなーっていう、そういうルールがあるんだなーっていうのの確認とかになりますよね。これだったらね。とか、あとどんどんですね、読み進めていって、これなんかも面白いなって思いましたね。これもちょっと写真撮ります。で、編集しますね。よっ。これですね。状態動詞を進行形で用いる場合ってやつですね。状態動詞ってね、普通は進行形で用いないけど、用いますよね。で、ここで僕がやっと思ったのが、2番のこれですね。状態が変化している土地を表す場合。The sisters are resembling each other more and more. その姉妹はお互いにどんどん似てきているっていう、この部分見て、あ、resemble って進行形でも使うんだ。たっけーみたいな。ちょっとあやふやな部分ですよね。あ、これは状態が変化してる途中だから使ってもいいんだ、みたいな。そういう確認にもできて、これとかちょっと面白いですよね。で、こういう時に、例えば、編集で、この部分だけ読み返したいなって時に、こうやってやっておけば、後でね、復習しやすいですよね。こうやってやっておけばね。みたいなことができますね、これだったらね。こんな感じでですね、自分が、へーって思ったところをどんどん写真に撮っておくわけですよ。で、実際にどんどん撮っていきますね。よ。で、まあこうやってどんどん貯めていって、アルバムにしとくんですよね。で、アルバムにしとけば、こうやってね、暇な時にね、いつでもね、歌って復習できますよね、こうやってペッペッとね。はい。こうやって、あ、こんなんあったなーとか。うん。すごく便利に復習ができるわけですよ。まあ、なんかね、電車待ってる間とかね、そういう時に見れますよね。で、こうやって何度も復習しておけば、こういう自分が知らなかった文法の穴ってのも、だんだん覚えていけるじゃないですか。まあ、なのでね、こうやってね、貯めておくのがおすすめです。まあ、別にね、もちろんね、ノートに書いておくとかそういうのでもいいんですけど、まあ、僕はそうですね、写真が便利かなと思います。っていうのがですね、今回、上級者の皆さんにおすすめしたい勉強法ですね。文法書を最初から読む。で、自分が知ってるところはある程度読み流す。自分が、へえ、そうなんだって思ったところはしっかり読んで写真に撮っておく。で、ことあるごとに撮った写真を読み返して定着させるっていうことです。まあ、こうすればですね、まあ、上級者にありがちで、しかも、放置しがちな自分の気づかない文法の穴っていうのを潰していくことができます。まあ、特に、リーディングのスコアが上がらなくなってきたんだけど、原因がいまいちわからんな、みたいな人にはですね、すごくおすすめですね。ぜひね、試してみてください。で、今回一応上級者の方っていうふうに言いましたけど、別に中級者の方でもこれやりたいって思ったらやってみてもいいと思いますからね。まあ、もし一回やってみて、ちょっとこう知らないのが多すぎたら難しいとは思うんで、きついなって思ったらやめればいいだけの話ですしね。あと今回ですね、さらっとですね、僕このスマホを使って、写真を使って、復習する方法っていうのを取り入れたんですけど、このスマホの写真機能を使って学習をするっていうのはですね、結構いろんなところで応用が効くと思います。例えばですね、単語帳を使ってる時に、どうしても覚えれない単語だけ写真に撮っておいて、まあ意味とね、撮っておいて、いろんなところで復習するとか、まあいろいろ使えると思うんですよ。まあなので、あんまりね、スマホの写真機能を使って勉強したことがなかったよっていう方もですね、ぜひ試してみてもらえるといいかなと思います。というところで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。